何？デートが欲しいです。昨日の夜ね、一応ね、補強、この上に、L 型の鉄板を、こんなやつだね、こんなやつをここに巻いて下で止める感じにね、したいと思っております。これで水は入ってこないでしょう。とりあえずはね、仮止め、これをね取らずにこの L 型のやつをここに巻く感じですかね。こういう感じで、ここで止めるね。大丈夫でしょう。そしたら、はい、これね、僕ちょっと汚いですけど、僕がやりました今度の休みにね、これはやりたいと思います。昨日の夜なんでね、もう乾いた、シールは売ったんでね。着いたの？よいしょ。おうおう、これよこれよこれよ、そうよ、初めからこれよ。これ後でシールつけ、シールは買った？よいしょよいしょ、こんな感じついた。でこれね、ここに後でシールを売ってきます。そうよ、これで OK よ、完璧。あとはね、僕がシールを打てば終了。そう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 、初めからこうやってやれってね。よいしょ。ああ、なんでこれ上なの？何？なんでこれ上にした？あるで。ああ、これ僕が言ってる意味わかりますか？こっから水が来ます。やっぱりね、いないとダメだね。
仕上がりは汚いですけど、こんな感じ。僕が売ったシール、汚ねこんな仕上がりです本当はねマスキングテープを貼ってやればよかったんですけど、もうね日にちが経っちゃってね、めんどくさくなっちゃって隙間はおそらくないと思うんで、虫も入らずでね。これをつける前に僕青いブルーシート貼ったじゃないですか。それも一緒にっつったんだけど取られてました。あれね、なんで一緒につけといてって言った僕の理由は、こっからねゴキブリだなんだネズミだあとブテケ、あのトカゲみたいなやつ、あれがね入ってくるんで、あれをつけといてくれって言ったんだけど見事に取られてました。でねこれ上かぶさってたんで安心しましたでよかった。感じです。まあ、汚いけど水は入らず余計な仕事をせずで済むかなと思ってます。よいしょよいしょ。相変わらず洗濯も干し場ですでねこれこれね、あの一坪のお店の時にねやろうとしてたやつなんですよ。そう過去の話ですけど、はい、まあね袋の中にあってもしょうがないんでここに一応今日つけましたはい、こんな感じかな。あとはここか、この間あの水漏れがちょっと染みてたとこ、ここもねシール売ったんですよ。まあね本当はここ全部に防水を塗った方のがいいんですけどね、まあそれはおいおいそのうちやります。なんだろうねこうやってもう完成しちゃうと、いやめんどくさくなっちゃうね、僕の性格なのかなね、早いとこねこの辺塗った方がいいんですけどね、またあとあと余計なお金がかかりそうね、はい、こんな感じです。まあ、無事にね雨漏りは防げたかなと思います。すごい屋根だね屋根しか見えんまだこっちの方があれかな、ね、雰囲気的にはどうでしょう、こんな屋根を隠して。真ん中みたいな感じです。明日から仕事です。はい、そしてねそうあのオフ会なんですけど、僕が予想してた以外に人数が集まりまして、そうねもう多分応募は来ないと思うんですが、そろそろね締めたいと思いますんでね、締め切りにしたいと思うんで、今日があと1週間ちょっと待ってみようかな。今日が、8日かな、8日の土曜日だ、来週の土曜日まで待ってみて、それで、締め切りにしたいと思いますんでね。それと僕んち目印はこれ対応、これね、タイ高の料理屋さんなんです。これで検索すればここまで来れるんで、でそこからね、ご連絡もらえればもう近いんでね、はい、迎えに行きますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。どう？芋
妹が洗濯中。洗濯機向こうにあるんだけどね、これ。終わった？タナナルート。ロンガニーサ。ロンガニーサ。牛犬だよ。あ、牛犬か。怒ってるね、今日は。怒ってるだよ。お前は休みも。あこが休みは怒るの？ありがとね。そのナスの料理は何名前？トルタンタロン。トルタンタロン。タロン。トルタンタロン。タロン。タロンじゃね。みんなこうお前は本当にもうどうしようもないな。お前はでしょ。タロンタロンタロン。タロン。タロンじゃね。あんたのん。何もう一回トルタンタロン。トルタンタノン。タロン。あ？タロン。タロン。言ったでしょ。トルタンタノン。タロン。タロン。一緒だよ。ロンもロンもランも。何回収録でしょ。顔固い。ここできるだったらお前は言うバカだな。お前はどうする？何でも一緒だよ。おい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 、フィリピンスタイル。日本スタイルは乾杯。お、みんな視聴者さん怒ってるだよ、ね、お前はに。何言ってるお嫁ちゃんって言ってるだよ。やっぱ甘かったい。問題ないです。大丈夫、大丈夫。問題の問題、大きな問題です。どうしようもないな。お嫁ちゃんもストレスが爆発してる。爆発してない。本当だよ。ストレスが爆発してるって言ったんだけど、お嫁ちゃんには、爆発してないだって。全然話が通じません。最近のお嫁ちゃん。そういう時は僕が描いたこの500万の絵見てください。今田健大。これクレヨンですかね。どうでしょう。ドアップすぎたかな。500万ですよ、500万。僕が描いた絵500万。あのね、ここにね、サイン入りですから、いつ描いたらね。はい、正真正銘のピート隆が描いた富士山と松、500万です。自分で笑ってるね。自分で分かってるからね。もうお前の顔アップだ。こっち見て、ね、はいはい、もうやめたよ。どうしようもないね。今日も暑い。未だペンキを塗ってない階段、なんかめんどくさくなっちゃってさ。もうこのままでいいかなと。まあでもそのうち塗らないと痛みが激しいよね。そしてね、ここ穴開いてるでしょ。これお父さんの部屋なんですけど、ここにクーラーがあったんですけど、クーラーが壊れたって言ってね、なんか今修理してる自分で。これで治ってクーラーなんかスイッチ入れられたらまた電気代が増すよね。払ってくれりゃいいんだけど。こないだそのナス、大ちゃん美味しい美味しいっていっぱい食べたじゃん。3枚ぐらい食べたんじゃなかった、大ちゃん。結構これ料理好きな人いるよね、このナスと卵。ただ単にナス茹でて卵にちょっと味付けて焼くだけなんですけどね。イタリーさんも大好き、うん、結構日本人これ合うんじゃない。僕はこれに醤油つけて食べますけどね。
がローカル料理です。チョンバブイ食べたいな。何チョンバブイ？チョンバブイあんまり焼く美味しいと思わない。皮は美味しいけどね。あんまりだって中味ないじゃん。リッチョン、リッチョンお嫁ちゃん。何それ知らない。リッチョンだけどタプスまた用意してる。リッチョンパクチュー。リッチョンだけだと中味ないじゃん。皮はね多少味あるけど。大きいリッチョンより赤ん坊小さいね赤ちゃんの方が美味しいわ。皮パリッパリに焼いて。何？この誕生日、チョンバブお願いします。はい、はいはいはい。誰か。はいはいはい、今日はホーリーデーだから、あこの耳もホーリーデー。なんだって？チョンバブ。去年はこの誕生日楽しかな。いつもつまらないから、何もない。マチャゲルは、なんか、サプライズある？夜あるだよ。硬いのあげるよ。夜。硬いもない。何の話してるお前は。カズキはなさんなカズキ。さあ、さあ。多分いないな。声が聞こえない。魔法。靴下。あば。バオ。